日本に寄港する最大級のクルーズ客船 MSC ベリッシマが昨日神戸ポートターミナルに初めて入港しました。昨日午後4時過ぎ、神戸ポートターミナルに初めて入港したイタリア船籍のクルーズ客船 MSC ベリッシマ。全長は315メートル、総トン数17万トン余りで、5000人以上が乗船でき、まるでビルのような大きさです。神戸は日本国内をめぐる8泊9日のツアーの経由地の一つで、神戸港に入港したクルーズ客船としては過去最大です。初入港を祝い、神戸市の消防艇による歓迎放水や消防音楽隊による演奏が行われたほか、集まった市民らが風船を持って出迎えました。迫力が全然違います。すごい大きさで、僕も将来乗ってみたいなと思いました。 MSC ベリッシマは今日午後8時まで神戸港に停泊し、その後広島に向けて出港します。